韓国は中国を恐れ、軍事同盟、クアッドを否定米国は我慢の限界。韓国が F35 など米軍兵器を大量購入しているのは、米国がアジアのインド、太平洋地域の中国包囲網、c の構築を進める中、韓国の公共は、韓リオンファ外交部長官は、米国の非営利団体、アジアソサイティが主催した画像会議で、 他国の利益を排除してはならないと、クアットを否定する発言を行った。クアットは、そもそも中国の脅威から、各国の利益を守るのが目的であり、公長官の発言は、辻褄が合わないと指摘されている。クアットは、米国、日本、インド、オーストラリアの4カ国が中国を包囲する安保協議体で、米国は、同盟を強化したクアッドプラス構想を示している。 アンポネットワークにとどまらず、アジア太平洋版、NATO、北、大西洋条約機構を構築したい考えで、韓国とシンガポール、ニュージーランド、また中国の軍事的脅威にさらされている台湾やベトナムなども参加国候補に上がっている。米国務省のポンペオ長官は10月7日頃に韓国を訪問する予定で、韓国政府に クアッドへの参加を打診すると思われるが、韓国に立ち寄った直後に、日本を訪問し、韓国が参加するかどうかに関係なく日米合意のクアッド会議を行う準備を進めている。一方、中国は8月21から22日、楊清し、中国共産党外交担当政治局委員が、富山を訪れ、米国の側に立つなというメッセージを韓国に伝えた。 クアットプラスが手本とする北、大西洋条約機構などは、米国、英国、フランスなど、欧米12カ国が1949年に結成した東京産県に対抗する西側陣営の多国間軍事同盟で、1955年に旧ソ連が名主となって設立した友好協力相互援助条約機構、いわゆるワルシャワ条約機構と対峙した。 中国と対立すると報復が必ず待っているソ連が崩壊し、冷戦が終結すると、ワルシャワ条約機構の加盟国だった、ハンガリーやポーランドなども NATO に加わり、2020年時点の加盟国は30カ国となっている。冷戦終結後の NATO は主に欧州や隣接地域でロシアが関与する紛争に介入している。国際平和を生み出す紛争は、国連軍が 治安維持に当たるが、紛争に国連常任理事国のロシアが関与していると国連軍を組織することは難しい。近年、軍事行動を活発化させている中国も拒否権を持つ国連、常任理事国であり、国連軍を組織した対応は難しい。中国は日本の尖閣諸島で軍事行動を活発化させているが、インドとの確執も続いている。 中国はチベット文化圏に属するインドのアルナチャルプラデシュ州の一部の領有権を主張し、インド政府は中国から逃れたダライラマ14世率いるチベット亡命政府を国内に受け入れた。カシミール地方はインドとパキスタン、中国の三国が領有権を主張している。そしてインドはジャンムーカシミール州をパキスタンはアーザードカシミールを中国は アクサイチンをそれぞれ実行支配している。2013年から14年には中国軍がインドに侵犯したと思われる事件が起き、今年の5月以降、中印領軍が国境地帯で複数回衝突して死傷者が出た。9月6日には中国軍兵士約200人がインドに侵入し、インド軍が威嚇射撃を行った。オーストラリアがコロナウイルスが蔓延した経緯に関し、 中国に対する正式な調査を開始した直後に中国政府がオーストラリア人ジャーナリストを拘束し両国の関係が悪化した中国はアジアで生じている葛藤に名を連ねる常連オーストラリアは日本、ニュージーランド、韓国と共に NATO のグローバルパートナーシップに参加しているインドはこれまでいずれの軍事同盟にも加わっていなかった尖閣諸島やインドのほか。 南シナ海の南沙諸島、スプラトリー諸島も中国と台湾、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ブルネーが領有権を主張。中国が実効支配している西イ諸島、パラセル諸島はベトナムと台湾が領有権を主張。中佐諸島は中国と台湾、フィリピンが領有権を主張するなど中国はアジアで生じている葛藤に名を連ねる。 常連なのだ。ベトナムは中国による支配から独立した十世紀以降も中国の脅威にさらされてきた。第二次大戦と前後して中華民国の脅威にさらされたが、1949年に中華人民共和国が成立すると中華民国との葛藤は中華人民共和国に引き継がれた。1965年から75年に起きたベトナム戦争で、 北ベトナムと中国、南ベトナムと中国がそれぞれ領有権を主張していた境界線が入り乱れた。2012年、ベトナムが南シナ海の南沙諸島や西佐諸島の領有を定めたベトナム海洋法を可決すると中国によるベトナムいじめが本格化した。ベトナムの国営エネルギー企業、ペトロベトナムは外国企業と排他的経済水域、 EEZ 内の資源開発を進めているが中国の威嚇活動にさらされている。今年7月には中国海警局の船がベトナム沖合の資源開発エリアで威嚇的な航行を繰り返した。開発エリアが1947年に中華民国が引いた領海船に食い込んでいるとして40隻もの艦艇を投入したのだ。ペトロベトナムは 資源開発プロジェクトを終了させ、事業パートナーであるスペインのエネルギー大手、レプソルトアラブ首長国連邦、UAE のムバダラデベロップメント20億ドルの保証金を支払う事態に追い込まれた。日本が自衛隊を増強すると韓国に侵攻する準備だと騒ぐが、クアッドを推進する米国のメリットはアジアにおける軍事費の削減だろう。米国は今年7月、 三万六千人規模の在徳米軍を二万四千から五千人規模に縮小する意向を表明した。米軍は同盟国と共同で中国や北朝鮮の動向に関する情報を収集分析し必要と判断される活動を行っているがその多くの費用を負担している。一方、クワットやクワットプラスは情報収集と分析から軍事行動まで 共同展開できるため米軍の負担は軽減される。日本やオーストラリア、インドは米国の情報収集や軍事を買いまみることができ、また、いざという時には米国本国の援軍を待つことなく対応できる。さらに大きいメリットは抑止効果だろう。インドやベトナム、台湾など軍事力も経済力も中国には及ばないが、クアッドは中国をはるかに上回る。 日本を除くアジアの国が中国に対して経済制裁を行っても中国は痛くもかゆくもないがクワットによる経済制裁は中国にとって脅威であり迂闊には手を出せなくなる一方中国を刺激したくないムンジェイン政府は不参加どころかクワット自体を否定しているクワットは中国を共通の仮想的国とする国の同盟である東西冷戦終結以降 陸上、または海上で中国と国境を接する国や地域で、ロシアと北朝鮮、韓国だけが中国の軍事的脅威を経験していない。中国は主要兵器をロシアの技術に依存しており、ロシアとの紛争が起きると兵器の調達が難しくなる。北朝鮮は軍事的にはロシアの属国で、歴代トップは中国への兆候を欠かさない。 韓国は中国が軍事的に威嚇するメリットがない。韓国の反日活動家は日本が自衛隊を増強すると韓国に侵攻する準備だと騒ぐが日本が韓国に戦争を仕掛けても得るものがないとの同じである。寝言を唱えるムンジェイン政権クアットは直接的には中国包囲網だが中国との関係が深いロシアや北朝鮮を牽制する効果もあるだろう。韓国は 今年5月、ォン,ンドの鉄、原の非武装地帯で北朝鮮と10年ぶりの砲撃戦を行った。9月22日には北朝鮮軍が韓国の民間人を射殺したが、直後の23日未明、ムンジェイン大統領は国連の画像会議で朝鮮半島の終戦宣言という寝言を唱えた。昨年、米トランプ政権が韓国に対し、 在韓米軍の駐留経費に関して、韓国側の大幅な負担増を突きつけた。韓国は駐留経費のおよそ2割を負担しているが、トランプ政権は110%の負担を求めた。韓国は軍事兵器を米国から購入し、またインド洋に軍を派遣する案を提示して、一時的に妥結した。韓国は中国を刺激する器具からクワットを否定するが、中国はもちろん、 ロシアや北朝鮮も韓国が F35 をはじめとする米軍兵器を大量に購入することを知っている。レクサスに乗って日本製品の不買を叫ぶ行為と変わらないことに文政権は気づいていないようだ。佐々木和義、佐々木和義。広告プランナー兼ライター。商業写真、映像制作会社を経て広告会社に転職し、 プランナー兼コピーライターとなる。韓国に進出する食品会社の立ち上げを請け負い、2009年に途間日本企業のアイデンティティや日本文化をまさしく伝える必要性を感じ、2012年、日系専門広告制作会社を設立し、現在に至る、日系企業の韓国ビジネスをサポートする、傍ら日本人の視点で、ソウル市に改善提案を行っている。 韓国ソウル市在住。